本日のストップ高銘柄はこちらになります。一つずつ解説していきます。元旦ビューティ工業は、金属屋根製品など、太陽光発電システムなど環境製品、シート防水屋根材の製造、販売及び設計施工の請負をしている会社です。急騰した理由は、わかりませんでした。SK ジャパンは、キャラクターのぬいぐるみ、キーホルダー、家庭雑貨、携帯電話アクセサリーグッズ、プライズ商品等の企画、製造、販売などをしている会社です。急騰した理由は、ラウンド1が SK ジャパンを持ち分法適用外社化すると発表したからです。シーズメンは、衣料品及び服飾雑貨の販売などをしている会社です。急騰した理由は、外神田商事との業務提携を通じて、メタバースファッション事業に進出すると発表したからです。公用車は、デザイン、DTP、製版、印刷、デジタルコンテンツ制作、オンデマンドポップ、ノベルティ制作などをしている会社です。急騰した理由は、わかりませんでした。インバウンドテックは、マルチリンガル CRM 事業、セールスアウトソーシング事業をしている会社です。2連続ストップ高となりました。急騰した理由は、飲食店、医療施設を中心とした予約プラットフォーム展開の国内大手である e パークと合弁事業契約を締結し、音声予約、通話システム開発、運営している e パークの子会社を子会社化すると発表したからです。毎日、ストップ高した株の解説をしています。今後も継続してほしい、また見たいなどあれば、ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。